はい、皆さんおはようございます。ねえ、こう、世の中がさ、いろんなこう動きになってきてね。で、もう、こう、今までにない、こう、経験をね、してるわけだよね。まあ、それ一つは、まず、ね、まあ、僕がよくね、テーマでお話してる、その、流行り風のさ、ね、要するに、ことによってね、で、お注射もそうだけど 問題はその、いわゆるね、緊急事態宣言ってことをね、繰り返し繰り返しやって、結局効果がなかったわけじゃん。で、マスクもそうだよね。じゃあ今、だって緊急事態宣言の一発目はさ、ね、この流行り風が60人の時ですよ。で、60人の時に緊急事態宣言やったんだけど、今何人？ね、最近はもう一切さ、テレビでやらないけども、ね、何人もさ、感染してるわけでしょ？で、その感染してるけども、マスクはしなくてよくなっちゃうし、ね、お注射も打たなくてよくなってるし、またね、行動制限もなくなって言ってるんだけど、みんなそれでさ、よかったよかったって言うんだけど、いや、それさ、よかったで済まないよね。だってさ、今、ね、いろんなところでさ、このお注射で死んじゃった人、ね、と、もう一つはその、ね、お注射の中身の、にね、その、あってはならない成分がさ、入ってて、で、それも、要するに、実際に調べた人がね、結局、なんか、亡くなっちゃったりしててさ、で、これさ、もう昔みたいにさ、こう、情報をコントロールできなくなってきて、で、やっぱりこう、正義感持った人とか、倫理感持った人とかが、まあ、本当のことをどんどんね、こうやってね、YouTube とか動画でアップできちゃう時代になっちゃったでしょ？だから、それをさ、すべてね、プロパガンダとか、ね、陰謀論とかで、ね、固めちゃってさ、で、言った人が悪くなっちゃうわけね。そうじゃん。お注射の時もそうだね。僕は一切打たない。で、うちの社員もね、まあ、自由にしてはないと。ね、打ってもいいけど、打たなくてもいいわけよ。っていうふうにして、で、結局ね、社員も、どちらでも構わないっていうふうにしたんだけど、やっぱり、その中でね、やっぱ、打った人もいれば、打たない人も、それ普通の話じゃんさ。ところは、なんか知らんけど、打たなきゃダメだ、みたいなさ、ことでね。で、結局、お注射したい、打った人が、ね、増えたから感染が減ったんだ。嘘でしょ？だって、ね、お注射打った人が、ね、要するに、また入るか引っかかってて、俺一回も会ってないじゃんさ。で、だから、どっかで自然的に、抗体ができてるのかもしれないしね。まだ、感染してないから分かんないよね。っていうような、程度のものだったわけじゃん。ね。で、その程度のものだったのがさ、なんかさ、まあ、そもそも緊急事態宣言が正しかったかどうかってことは、誰も言わないわけだよね。で、僕は大きな間違いだったんじゃないかなって思ってるわけ。ね。で、さらにさ、このね、お注射についてもね、ね、私が責任持つからって言うんだけど、じゃあ死んだ人の責任って誰取るのよっていう。ね、で、結果的にまあ今ね、その、なんて、あれ、法律は、どれだったかわかんないけどさ、まあ、まあ賠償責任ね、の費用も、なんか4000万だかなんかね、一応なくなると、出るような形になってるみたいだけども、まあそういうさ、ことで解決できる話じゃないんじゃないのって思うわけ。で、結果的にこれからさ、まあ世の中はね、これ、表面上は、ね、すごくさ、元に戻った、ね、花見がね、で、あと、ね、WBC みたいなね、ああやってお祭りのことがあって、すごい、まあ、国民がさ、感動してる中、ね、岸田総理がさ、ウクライナ訪問しちゃダメでしょ。まあ、さ、恐ろしいなって思いません？で、それでさ、ね、ウクライナに600億円余りの、まあ、追加支援、まあ、追加支援ってことだからね、もう支援してるわけだからさ、追加で支援するんですよ。で、それで、まあ、地雷の撤去、瓦礫の処理のために、まあ、車両とかね、建設用の、機械をね、提供するって言ってるんだけど、かたやさ、この、
ね、同じ時にさ、ね、ロシアのさ、ね、プーチンさんと、ね、習近平さんが、ね、対談してさ、で、がっちりね、経済をね、固めてるわけじゃん。で、これさ、皆さんどう思います？僕は、まあ、例えば仮にね、ウクライナ行くんだったら、やっぱり一緒にね、ロシアを一回訪問した方が良かったんじゃないかなと思うわけ。これ話し合いで解決できることをさ、ね、軍事でさ、やっててね、それで、結局じゃあさ、これいつまで続くのって言った時に、まだまだ続きますよ、勝手みんなで、ね、お金出し合ってさ、ウクライナの方に、ね、いろんな、武器類をね、送り込んだり、まあ、このような形で、お金突っ込んで、まあ、いろんな形するのはいいよね。だけど、根本的にさ、集結させないとダメなんじゃないかなと思うわけ。で、このまた、岸田総理がね、侵略っつっちゃってるでしょ？ね、みんな、ウクライナ侵攻だったのがさ、この侵略っていう言葉になっちゃったから、ちょっと意味合いが変わってきたよね。っていうことで、結果的にロシアを悪く言うのはいいんだけど、もともと親日派だったんですよ、プーチンはね。で、今までさ、ずっと、外交的にさ、ロシアとにね、組んでね、エネルギーの開発とかなんかやってたわけでしょ？で、まあ、ウクライナからも、まあ、当然、日本もね、その貿易の関係あるけれども、今見てくださいよ。中国とロシアのね、経済圏の二強、ね、いわゆる、ロシアは中国製の、製品を買う、ね、中国はエネルギー資源を買う、で、お互いに、それの、ね、流通が盛んになってきて、で、これ別にさ、ドルを返さないんですよ。直接取引ができちゃったわけ。ね、これで、やっぱり、アメリカは面白くないよね。だからいろんな経済制裁だ、なんだかんだやってるところで、この辺がまた、あーって感じだよね。何を考えてるのかね。まあ、いろんな、背景があるんだろうけれども、やっぱりさ、日本ってさ、ね、昔からそうなんだけど、ね、どっちつかずみたいな態度で、いいんじゃないのかなと思うんだよね。この白とか黒とか関係なくさ、生きられる 人種というか 曖昧な感じでね、ずっと政治渡ってきたのにさ、急にここでさ、片っぽに肩入れしちゃってね、で、片っぽね、まあ、一番って言っちゃなんだけどさ、ね、また、中国とは違うさ、形で付き合ってたわけでしょ？ね、で、そういう中でさ、ね、この、アジア圏のさ、グループ、ね、まあ、そう言っちゃうんだけど、資源とかね、そういうもので言ったら二強じゃん。ね、ロシアと中国はね。で、そこにさ、やっぱり関わってきた日本がさ、ね、アメリカの指示で、いろんなことやるのはいいけれども、これさ、今後のこと考えてみた方がいいんじゃないかなと思うんだよね。これでさ、だんだんこうね、ロシアも中国もさ、まあ日本に対して、今まで仲良くしてたけども、いや、そうじゃねえんだってことになると、またさらにさ、めんどくさいことになるよね。だってそうじゃん、韓国の情勢もね、これはね、この間国策研究会でね、まあある方の、話を聞いてきたんだけど、わあ、なるほどなって、あ、そういう仕組みになってるのねっての分かったから、まあ、今度ね、その話もさせていただきますけれども、まあ、ただ、問題なのは、この日本という国がね、今までの歴史を顧みれば分かると思うけれども、独自で何かができるわけじゃないじゃん。皆さんの協力を得ながら、ね、輸出貿易してたわけでしょ？で、それはさ、技術が常に高くてさ、で、自動車もそうだよね。その、あめ、あの、なんか、重たくてパワーがある、ね、ガソリンジャブジャブ食っちゃうような、車から、ね、日本っていうのはさ、ね、その製品を改良して、もう軽くて、ね、安全性高くて、ね、性能が良くて、燃費も良くて、で、それを突き詰めていったら、最後、軽自動車、ね、みたいな形になってさ、軽自動車、軽自動車のか、ね、皆さん、
50近いとこかわかんないけど、あんまり海外で見たことないでしょ。日本独自のね、ものなんだもん。で、これ、アメリカの自動車会社がみんなビビってるわけじゃん。なんでかって言ったら、軽自動車。ね、僕も今ね、ダイハツのタント乗ってるけど、もう最近ずっとタントばっかり。この間もさ、建築の打ち合わせ行った時に、ね、いや、社長来られるんですか、ね、行くよ、もちろんなってて、行ってさ、タントで降っていったら、ね、誰が来たんだみたいな顔でさ、で、社長可愛らしい車乗ってますねって、なんか、三浦じゃこれで十分なんだみたいなさ。ねえ、だって、ね、DOHC でさ、ね、それで、ターボがついてんだよ。で、4WD だもん。で、燃費だって12、3キロ走るのかな。で、普通のやつだったらもっと燃費みたいなんだけど、もうさ、そしたら、他の、ね、ベンツとか乗れないよね。だから、ものとしてはあって、たまに乗るけどさ、ほとんど動かしてない。っていうような、まあ、技術力があるわけじゃん。っていうのが、日本のさ、今までのあり方じゃん。だから当然、鉄だってさ、ね、ガソリンだって、原油、まあ、原油ね、だってさ、あと資源みんな輸入してさ、で、加工して、売って、で、伸びてきたわけじゃん。で、ここ来てさ、まあ、日本もね、その、経済大国になってね、で、それはやっぱり、まあ、安いね、国のさ、物資を仕入れて、で、今度は、安い国の人件費をね、安い国の人を使って人件費下げてね、で、低価格路線で、ずっとデフレ経済みたいなね、あれデフレデフレって言ってるけど、景気はね、悪くてなってるわけじゃなくて、技術力で商品の価格が上がんなかっただけじゃん。だから、今となってね、インフレがバーッと起きてるわけだけど、まあそれも、やっぱり、元々はさ、このね、製造業が頑張ったから、こうなったわけだよね。ところが、製造業が今度ね、海外に移っちゃったらどうですか？非正規雇用の人ばっかり増えて、ね、結局、ね、平均所得が上がらなくて、で、今回ね、慌ててさ、物価が上がっちゃったから、ね、賃金上げてくださいみたいなさ、話になってるわけだよね。だけどさ、その構造を作っちゃったのって誰なのって話じゃん。ね、なんかね、コマーシャルでさ、なんか、自由な暮らしみたいなさ、ことしてね、で、日本の、いわゆる、終身雇用制度がおかしいとか言い出してね、で、ね、要するに、もっと、ね、自由な、暮らしをするにはね、いわゆる非正規雇用でね、生きていくんだ、みたいなさ、いうことしてね、まあ、ね、ある企業はさ、めちゃめちゃ儲かっちゃってるわけじゃん。だけど、そこの根底にある人たちは、どうなの？自由になった？ならないでしょう。だってお金ないんだもん。ね、時間があってもお金がないって一番嫌だよね。あとさ、最近ね、だって、強盗団ひどいじゃん。みんな、若者だぜ。ね、将来有望なさ、20代の人たちが、ね、人殺してみたりね、人脅してね、金取ってみたりね、店壊してね、物資盗んだりね、そんなの日本であった今まで。俺はあんまり経験、なんとかな、聞いたことないですよ。こんなに頻繁に起きるってはね。お金困ってるからですよ。で、それで、ね、闇バイトとか行っちゃってさ、あれバイトじゃないから、犯罪じゃん。ね、だから、闇バイトなんてね、バイトじゃないじゃん、あれさ。ね、雇われ犯罪者、なんつったらいいのかな、もっと分かりやすい言葉にした方がいいと思うけど、だからなんかさ、平気でね、なんか、時給、一週間で何十万稼げる、どうですかみたいなのに、乗っちゃうバカがさ、いっぱいできちゃったじゃん。で、さらに、ね、ほら、ゲームもうさ、今の世代の人はみんな、わたくゲーム系やってるわけじゃん。で、それはさ、大体戦うゲームとかさ、ね、そんな話じゃんさ。で、もうそういうなんか、その戦闘性の高い、ね、ゲームに馴染んじゃってんから、ね、人を殴ったり、ね、殺したりするの平気になっちゃうかもしれないよね。で、たまにはね、出てくるのはほら、人を殺してみたかった、みたいな。もう頭狂ってるでしょ。で、そういう狂った教育っていうか、狂った社会を作っちゃったんだよね。で、だからまあ、ある意味ではさ、もうこの、若者に将来の夢を持たせないような国づくりをしちゃったっていうことは、ちょっと反省しなきゃいけないと思いますよ。
だってさ、今の若い人たちで尊敬できる人いないんじゃないの？こう、ね、あと自分のさ、将来のプロセス、ね、要するに、まずはさ、結婚して、ね、子供ができて、家を買って、で、マンションの一つも買ってね、で、その後ね、できたら広い一戸建て、ね、に住んで、で、広い庭があって、で、ね、子犬を飼って、そばには、ね、いつもあなたがいるみたいな歌があったよね、確かね。そういうのさ、憧れてる人って、ね、いっぱいいたのに、今の若い人いないでしょ？なんかぼーっとしてさ、ね、髪の毛この辺までやってね、みんなテレビで出てくる人、同じに見えるんだよね。髪型も一緒でさ、ね、なんかひょろっとして、ね、なんかだらだら歩く姿、見てさ、なんか、大丈夫なのか？ね、ね、まあ、今回のね、WBC もね、すごい感動を与えてくれてね、で、これでまたちょっと野球少年がね、増えてくるだろうけど、だけど公園ではね、いや、バット振っちゃいけないとかさ、バット持ち歩いちゃいけないとかさ、球蹴っちゃいけないとかさ、いろんなルール決めるからさ、子供たちに、なんとかな、その自由度がない世界になっちゃったよね。だから家でゲームするしかないっつって、家でゲームするでしょ？そっとまた、ねえ、なんとかな、別に痛くも痒くもない戦いが始まるわけだよね。だから、たまには人でも殺してみようみたいななっちゃうわけでしょ。まあ、そんなのね、僕はどうかと思いますよ。だから、ちょっと今回ね、なんとの、結局これも同じでさ、そこでリアルにね、起こってる戦争に対してさ、お金を支援してね、それで、継続させてね、で、経済をね、もっと破壊させてね、で、結局自分たちの、なんとな、ね、国民の考える生活圏っていうものの安全性が確保できないようにしちゃってるんじゃないですかってことですよ。だから、まあ少なくともね、このウクライナに行ったんだったら、ね、その足でさ、やっぱ、ロシアに行ってね、でさ、もうそろそろよそうよとか、ね、解決方法考えようよとか、ね、むしろそこにお金かけた方がいいんじゃないのかなと思いますよ。だって、その方が安いんじゃないの？やめさせる。ね、つまり、ね、将来の、いわゆる貿易を確保してあげる。ね、お互いの国のために、ね、ね、自由な貿易圏の中で、その中でまた、ね、関税の、圏だとか、まあそういうのもね、解放してあげるとか、いうことをやればいいけども、だけどアメリカはさ、今武器でしょ、ね、しょ、商売しちゃってるから、もうむしろそこにお金をね、突っ込ませないと、アメリカ経済が成り立たないような状態になっちゃってるわけだよね。で、国債だって売れないしさ、ね、今回のね、FRB がね、頭悪いんだね、利上げしちゃってさ、で、それに伴って日本の人たちもさ、利上げしようとか言っちゃってさ、まあ、頭おかしいでしょ。こんな時期でお前そんなことしたらこうなっちゃうよっていうのはもうまさに今アメリカの経済の状態でしょ。で、結局銀行はね、倒産して、今金融不安になっちゃって、日本だって今それ、ね、ある人から聞いたけど、やっぱり、ね、金持ちはさ、どんどん現金引き抜いちゃったり、他に移したりしてるわけだよね。もう、なんかさ、ちょっとしたことでさ、急激な不安がさ、行われちゃう時代になっちゃったわけじゃん。で、またこうやって不安をさ、ね、助長するような行動をね、ね、まあ、確かに広島でね、まあ自分の地元でさ、G7 だっけ？やるから、ね、なんとなくそこでさ、リーダーシップ取りたいってのはわかるけれどさ、ね、だけど、そうそう長くないんじゃないの？この状態っていうのは ね、政権変わるような気がするよね。政権っていうか、政権は変わんないんだけど、要するに、総理変わるんじゃないかな。もう持たないと思いますよ。こんなことばっかり言ってると。って僕はなんか思いますね。まあ皆さんどうでしょうか。ということで、ちょっと話がね、とっちゃかっちゃったけどさ、まあ韓国についてのね、ことについてはこの間ちょっと勉強してきて、僕の、知ってることもいっぱいあったけど、知らないこともある程度あって、で、実際にね、側面で見ると、あ、なるほどなっていうのがあったんで、今日はね、これに盛り込むとちょっと時間がね、かかっちゃうから、また違うところで、韓国のお話はさせていただきたいと思います。ということで、今日もね、ぜひ、チャンネル登録してない人はチャンネル登録、ね、で、いいねを押していただいて、それで、
コメント入れていただいて、また質問等があればですね、ご質問等もコメント欄に入れておいていただければと思います。それではまた。この動画はいかがでしたでしょうか。今後もですね、継続してこのようなですね、皆さんに役立つ情報をアップさせていただきたいと思っています。ぜひですね、チャンネル登録をしていただくと、新しい情報がですね、見られるようになっておりますし、またいいねボタンをですね、押していただいて、コメントの方もですね、入れていただくと、制作の参考にさせていただきたいと思います。どうぞ次回のですね、配信をお楽しみにしてください。